れで落としたドーナツを清掃ロボットに回収されたと。この国には3秒ルールという偉大な決まり事があるってトーマは言ってたんだよ。道路はルールの適用外だと思うけど。はあ、こら、私のドーナツ返せ。あのお客様、全部。なるほど、あの子が店のハンバーガーを全部買い取ると言って譲らないと。ねえ、あなたどこの生徒さん？霧ヶ丘女学院。でも今はフリー。フリーで、なんでハンバーガーがそんなにいるのかしら。忘れられない味だから全部。